新さんはどうなんですか、どういうふうなトレーニングを。トレーニングというか、うちのチームはみんなアマチュアの選手なんで、はい、やっぱりこう練習の前にも仕事をしてきたりとか、学校に行ってから練習に来たりっていう人がほとんどで、でもその中でそれが言い訳にならないようにしっかりと一つ一つの練習も大切にしてやっていきたいとは意識してます。逆にね、そのトレーニングの時間を作ることも大変なんですもんね。そうですね、はい。でも言い訳にはしたくないように、はい、一生懸命見つける。宮崎さんどうなんですか。まあ、プロとしてっていうのはないんですけど、その自分が納得するまでやるというんですかね、はい。であとはやっぱりその、まあ、いくら飲み行ってもいいと思うし、いくら遊んでもいいと思うんですけど、そのやるときはやるっていうんですか、やっぱそのやれる時間っていうのはやっぱりその決まってますし、やっぱり年取ったら引退もしなきゃいけないって、やっぱりやれる時間っていうのは決まってるんで、そのやれる時間の時にしっかりやるということを、まあ、いつも心がけてます。金沢さんどうなんでしょう。僕はサッカーは止める蹴るっていうのがすごい大事だと自分の中で思っていて、それはやっぱりサッカーでとても基本中の基本なので、パスの質にこだわったりとか、出す足にこだわったりとか、スピードにこだわったりとかっていうのを意識して普段練習してます。大島さんはどうなんですか。トレーニングはあんましないです。ただ客観的に、自分を見て足りないものは何かいつも考えてます。足りないものは何か、それを追い求めるような。はい。ちなみに今足りないものは何かというふうに感じていらっしゃいますか。喋る力です。じゃあぜひこういう機会を多く与えていただきたい。楽しいです。原田さんはいかがでしょう。そうですね、まあ、練習の取り組み方って言ったら、まあ、その常にどんな時間でもその 100% で自分 の, 100% でその練習に取り組むっていうのをやっぱり意識してますし、やっぱその練習を 100% に入るには、やっぱその練習前のストレッチだったり、そういうのをやっぱりゆっくりちゃんと時間かけてやったりしてますね。うん、やっぱり怪我をしてはいけないわけですもんね。そうですね、はい。さあ、ここからはちょっとまた違う感じの質問が来ていたので、そのあたりも聞いてみたいと思います。オフです。試合がないとき一体何してるんですか。これは皆さんの一番知りたいところですが、じゃあオフに入った選手からちょっと聞いてみたいと思います。サッカーはオフですかね。上西さん、試合がないとき何してますか。僕まだオフじゃないです。あ、ごめんなさい、手前、はい、失礼しました。リーグは手の早い25日、はい、じゃあまだオフじゃないんで。そうです、ね、試合中、じゃあ試合がない日は大丈夫ですか。試合がない日はちょっと、まあ大宮で買い物してることが多いかな。なんで大宮で。大宮近くて、まあ便利じゃないですか、やっぱりいろいろ洋服とか持ってるんで、結構一人で大宮プラプラしてるんで、声かけてください、皆さん。大宮に来てるそうなんですけど、金沢さんは大宮では何かなさったりします、オフの間。もう大宮のルミネで買い物します。あれオフは忙しくて一日所長、はい、やりました。どうなんですか、そういう経験ってのは。正直緊張して自分が何喋ったのかとかあんまり覚えてないんですけれども、飲酒運転の防止キャンペーンで呼びかけをしたんで、はい、まあ、少しは地元に貢献できるような呼びかけができたかなとは思います。うん、山本さんはオフは何したんですか。私も大宮に買い出しに行ったりしてます。大宮人気ありますね。買い出し買い物行ったり、本当便利なんですよ。じゃあ上尾の庄司さんはどうですか。大宮です。負けられないですね。所沢はどうですか。大島さんはオフの間ないです。僕もまあ地元大宮なんでしょっちゅういます。別に大宮から離れていただいてもいいんですけど。
野球選手は多くよくゴルフやるなってイメージありますけど、どうなんですか？そうですね、ゴルフと呼べるものではないですけど、僕の場合は、まあ、まあ、山を走ったり、崖を降りたりしながら、まあ、ちょいちょいやってます。緑のところにはなかなかボールが飛ばない。そうですね、見つけるのにいつも時間かかるので、大変です。シーズン中でありますが、畑野さん、試合のないとき、オフは何しますか？そうですね、僕も大宮って言いたいんですけど、僕初めてなんで、基本は自分子供3人いるんで子供と遊んでます。 あ、そうですか。はい、お子さんと遊ぶっていうのはリフレッシュできるものですか？まあ疲れますけど、精神的には癒されますんで、はい。今度はね、串根さんの場合にはなかなか逆に働きながらっていうのもあるから、オフっていう言い方はないかもしれませんけど、お休みの日はどうなんですか？まだ学生なんで、まあ遊びまくってます。そう見えないですけど、何して遊んでるんですか？いやでも普通に友達と映画見に行ったりとか、まあ普通に友達喋ってるだけですごい楽しくてリフレッシュできるんで、はい。さあ宮崎さんは何をしてるんでしょうか？僕ですか？いや今普通の子たちが考えてなかったんですけど、やっぱ大宮のビッグカメラじゃないですか？ビッグカメラ、ビッグカメラ、ちょっとまあ4日前行ってましたけど、はい、その駐車場止めてました。意外と高くてびっくりしましたけど。やっぱりあれですよね、試合のない時はテレビ見ながらでもスレンダートーン巻いて。スレンダートーン巻きますよ。僕の腹筋見たことあります。すごいですよ。見せませんけど今日。はい、まあ、いろいろ僕もちょっと夜中ですけどね、宣伝してるんで、ぜひ使ってみてください。こんな質問もありました。サインってどうやって考えたんですか？サインを、大島さんサインっていつ考えました？学生の頃からあった？小2です。小2? 小2です。野球を始めたのが小2だったので、ええ、はい。プロ野球選手だったらもうこのサインしようみたいな。そうです。でも変わりましたよね、今。変わりました、ええ、はい。もう覚えてないですけど、ええ、ノート一冊書いた記憶があります。やっぱりですか、漢字を元にして考えてます。そうですね、はい。今のサインってどんな、すごく簡単になるもんですか、サインって？そうですね、適当です。もらうために字が違ったりとか？いや、それはないですね。はい、畑野さん、どうやってサインっていつ考えました？僕はプロになってからですね、考えたのは、普通に友達と一緒にどういうサインにするっていう感じで考えたんですけど、はい。モチーフは何ですか？漢字ですか、それとも？いや、ローマ字ですね。ローマ字？はい。そうです。僕はあんま漢字ちょっと苦手なんで、僕ちょっとハーフなんですよね。それであんまり漢字得意じゃないんで、そんな感じです。日本人とブラジル人の、はい、そうです。ですよね。相性が J っていう風にあるんですけど、J はどこから来てるんですか？僕のミドルネームがジェームスなんで、はい、それで J って取ってるんですけど、金沢さんはサインはいつ考えました？僕もプロになってから考えました。プロになってから、はい、一人部屋にこもって考えました。あまりね、みんなに見せるもんじゃないですけど。山子さんは？私も高校からサッカー始めたので、その卒業するときに友達、そのサッカー、同じクラスの友達と一緒に考えて、はい、で、その友達たちと、もう絶対変えずにこれで行くからっていう約束をして。今でも？はい、今でも。まあ、形はちょっと変わったんですけど、一緒です。同じですか？はい。くしげさん、サインは一応ありますけど。いつ考えたんですか？でもいつ考えたっていうのは覚えてないですね。なんか適当に書いちゃいます。適当？いや、適当じゃないんですけど。まあ、はい。庄司さんはいつですか、考えたの？私は入団当時にコーチが考えてくれました。え？自分じゃないですか？はい。あ、そうなんですか？はい。なんかお願いしたっていうのもあったんですけど、はい、そしたら、わーって書いてくれました。わーって、
モチーフは漢字ですか？あのマイク持って話してください。漢字です。漢字ですか？じゃあお任せだったんですね、完全にね。そうです、